レフリーは森田健です。はい、こんにちは。今回は試合前の睨み合いの激しい試合で KO 決着の5試合を紹介いたします。プロデビューして2年半足らずで日本王者になった竹原選手は寺地選手を防衛戦に迎えます。2人のデビューはほぼ同じですが、寺地選手はアマチュアで50戦以上のキャリアを誇り、経験で大きく上回っております。当時城小泉さんから日本ミドル級史上最高の素材と絶賛された竹原選手は、自分より背の高い寺地選手に左ジャブや右ストレートを決め主導権を握ります。2ラウンドに距離が縮まり打ち合いになった途端、パンチ力に勝る竹原選手の強烈なパンチが突き刺さります。寺地選手はなんとか起き上がりますが、すぐに追撃を受けて倒れます。竹原選手の破壊力は相当で、しばらくは大の字になり起き上がれなかったのでした。竹原選手はその後東洋太平洋のベルトも獲得し、1995年12月に日本人初の世界ミドル級王者にもなったのでした。インタビュー先ほどご覧いただきましたが、楽勝ムードが漂ってるんですが、ただ牧さん、いろんなスポーツでもね、新婚直後というのはちょっと内容的に苦しい試合が多いんですよね。それにいかがなんですか。負けたくないという気持ちがありますんでね、相当気合いかかってると思いますよ、お互いに。一歩にやりつけている赤井です。赤井選手は当時の日本記録のデビュー以来12試合連続 KO 勝利という快挙を成し遂げ、その試合スタイルからなにわのロッキーと呼ばれ、テレビではノンタイトル戦でさえ全国中継されるほど注目を集めていました。一方、大和田選手はここまで8勝8敗1引き分けですが、8勝のうち 7KO とパンチ力があります。また長身で懐が深く鋭い左ジャブを放ち、戦績以上の強さが感じられます。打たれ弱い大和田選手は接近しても赤井選手のパンチをうまく外し、中間距離でもカウンターを決め、3ラウンド頃からペースをつかみました。4ラウンドには赤井選手がピンチに立たされます。前にガンガン出るのですが、たびたびカウンターを浴びせられ、強烈な右を食らい、あの打たれ強い赤井選手がついにダウンします。赤井選手はダウンから立ち上がり、相当な深刻なダメージがあったにもかかわらず前進を続けます。視力を振り絞って赤井選手は戦い続けますが、大和田選手のパンチは強く、7ラウンドに限界がやってまいりました。
深井選手は意識不明のまま大阪市内の富永病院に運ばれ、開頭手術が行われました。極めて危ない状態でしたが、無事回復しボクシングはできなくなりましたが、その後俳優タレントとして大活躍されており、現在も頑張られております。タイトルマッチの注意が行われます。じっと相手を見つめる田辺、そして平中、この2人は。田辺選手はアマチュア時代に2年連続全日本選手権で優勝しており、平中選手にも勝利しております。プロ入り後も日本王者になり、防衛戦の相手にプロでまだ3戦しかしていない平中選手を迎えました。平中選手はアマチュア時代に田辺選手に負けはしましたが、その敗戦後に経験を積み、オリンピックに出場するまで強くなったのです。身長で10センチ近く低い平中選手は距離を潰しにかかり、一方田辺選手は距離を取ったボクシングを試み、序盤は平中選手がやや有利な展開となりました。しかし平中選手は上がっていたようで、本来の調子ではなかったのです。6ラウンドに中山会長の劇でようやく本調子に戻り、強烈なプレッシャーをかけ強打を振るいます。マイク・タイソン。Any quip, protect yourself at all times. I expect a tough, clean fight. Any questions from McNeely's corner? Any questions from Mr. Tyson's corner? Let's get it on!25歳から29歳までの貴重な時期に4年のブランクを作ってしまったタイソンは、以前の攻防のバランスの取れたボクシングは崩れ、一発に頼るボクサーとなってしまったのです。タイソンのパンチに強弱はなく、一発一発力強く放ちますが、的中率が以前より悪いように感じます。マクニーリーは戦績は良いのですが、防御の技術は高いように見えず、タイソンの荒っぽいパンチに沈みます。タイソンはこの後世界ヘビー級王者に返り咲きますが、攻防のバランスや動きのキレやスタミナを失ったタイソンはホリフィールドやレノックス・ルイスには勝てなかったのでした。フライヤーは今回もゴングと同時に襲いかかっていきました。10ヶ月前の戦いでは強打者同士の壮絶な打ち合いの末、アルゲルが14ラウンドに力つきましたが、今回はもっと早く決着がつきそうです。フライヤーは4ラウンドにもダウンを奪い、10ラウンドに猛烈な連打を浴びて、アルゲルの4階級制覇の野望を打ち砕くのです。
フライヤーの右手を伸ばすポーズはヒットマンハンズをはじめ多くのボクサーが真似をしたのです。